玉竜雪山玉竜雪山は中華人民共和国の雲南省霊光市玉竜、小雨にし自治県にある山、玉立山とも呼ばれる、横断山脈のうち砂路里山脈の南部を占める。付近一帯は玉竜雪山国家重点風景名小区として世界遺産に同時に霊光市玉竜雪山景区として中国最高レベルの国定公園に指定されている。 北半球で最も南に位置する氷河がある。霊光市街地の北1 5トルほどのところにあり、南北約3 5トル東西約1 3トルの公園区域内に13の峰がある。最高峰はセンスで、その山頂は標高5 5 9 6ルである。1987年にアメリカ隊が初登頂した霊光一帯に住む ナシ族の宗教であるトンパ教の聖地である。ふもとの金祖本流には、トラートベ教と呼ばれる深い教国がある。観光地としての整備も進んできており、霊ウ古城地区の北から七掃地のバスで、雪山ロープウェイ乗り場まで行けば、センスのすぐ下の4506メートル地点までの、ロープウェイに乗れる。ロープウェイの運行は天候に左右されやすく、1日4000人限定のため、 注意を要する。ありがとうございます。